です。我何やってまんの？我痛風言うとったんちゃいまんの？耳か。あのね、あんだけもうめっちゃ痛かったの、もう昨日がもうピークに痛くてね、で痛風って聞いてから言うか、あんた痛風ちゃうのって言われてからもう余計となってきて、もう完璧痛風やんこれ思っとったんがね、でこう動画で痛風やねみたいな、病院行ってきますねみたいなのやって一晩寝たらもうほぼ治りまして、どういうことあんだけ1週間10日2週間ずーっと痛かって、でも昨日もピークに痛かって、痛風やん言われて、痛風か言うて、もうそれ一晩寝たら、いやもう完全に治ってまへんで、けどほぼ治ってますね。どういうことですかこれ、どういうことですか。うっす、あしもた、あーやってもた、炭酸割り、あれ焼酎じゃないわ、あれどこ行った、もうなくなったん、マジか、緑茶がない、無意識で炭酸で割ってる、うっす。どういうことですの。あのね、まあ、病院行きますよ。あの、糖尿と同じ病院で言おう思ってるんでね、糖尿のあれも行かんとダメなんで、行きますけどね。先生に聞きますけどね。一日で治りまんの。いや、一日言うか、一日発症したわけちゃいますね。ずーっと痛かって。マジで。ずーっと痛かって、ずーっと辛抱してまして。ほんまに。どういうことですの？まあ、それはさておいてね。これですね、問題は。これですね。肉バルセット。肉バルセット。500円。これちょっと見てもらいます？もうおっさんも血迷ったんかいの話ですやん。これ。これ。わかります？おっさん何血迷ってんねんいう話。これわかります？これね。これね、698円ですね。でね。お兄ちゃんペタペタペタ値引き貼った瞬間ね、500円入り貼ったんかな。500円ですわ。貼った瞬間ね、ドワー寄ってきて、みんなバーガー売れてね、釣られまして、ほんまに。こんなもん絶対買えへんやつですね、多分。100% 買えへんですよ、こんな。嫌いなばっかりですやん、これ。これ何？これ何？カモかなんかでしょ？こんな絶対食べへんすやん。これ何？つくね？つくねって何のつくねですの？これが何？唐揚げみたいな？このフランク、これだけですわ。あと、ポテトぐらいにあるんやけどね。唯一食べんのほんもこれですやん。フランク、だけですやん。ほんまに、つられてもうと。ほんで、これがね、なんとカロリーがね、100g あたりね、258キロカロリーって書いてますね。100g あたり258キロカロリーでしょ？これね、めっちゃ重たいんですよ。もう測りたい。これ多分500じゃ効けへん。1キロぐらいあるんちゃいます？ 1 キロもないか。マジで測ろうか。これ1キロあったら2580キロカロリーですって。1キロもないか。ちょっとマジで一回測ってみますわ。はかりおますね。やばやばでっせ。はい。これ行きますせ。これはかりね。はかり。これ。行きますせ。じゃん。これ。600g か。596、600g。200、250キロカロリーかける6。
653、1500キロカロリー、これで。1500キロカロリー。1日分や。これ1日分ですわ、私の。これ何日かけて食べよう。よし。改めて後悔ですわ。食べる気せえへん。食べれるもんあらへん。500円、もったいない。これチキン。これは食べれるかな。っていうか、あんま腹減ってない。今日も仕事やったんですよ。もうずっと、10時間ぐらい働いたんですけど、なんかくちゃくちゃ食べすぎてね。どうも。あ、これはチキン。普通のチキンや。これが一番キモい。これ。カモ。カモって。ヤマトが泳いどるやつでしょ？とか、住吉大社で浮かんどるやつでしょ？知らんけど。まあ、後悔するわ。オーマイガー、これ食べてみようか。どんなにすんのこれ、カモちゃん。ちょっと呼ばれますわ。いただきます。ん？初めて食べる。ん？なんかハムみたいな味するよ。ポテト。つくづく一人で食べるもんちゃうねん。っていうか家族で食べるもんでもないね。こんなバーンと食卓に出てきたらどうします？いや、どうもせえへん。あ、これ美味しいかも。これつくね。肉バルセットってどういう？
マジ無理かも。っていうかみんな鳥ですやん。鳥鳥鳥やん。いい。これは鳥？ウインナーだけちゃう？っていうか鼻むずき。耳かいわ、鼻むずいわ。鳥ばっかりやわ。あなた歌うなつ、それを歌うな。食べられへんちゅう。っていうか、なんで治った？マジ嫌になる。明日もこれ呼ばれますわ。うまい。悲しすぎる。衝動買いすぎた。バイナラ。いろんなものおやすみなさい。もしまた見たのを持ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、スズマークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしゅう頼みますせー。バイならバイチャー。